てますね。昨日も来ましたけど、京マフっていうイベントと一緒にこの餃子のイベントを平安神宮前の参道でやってます。ちょうど12時過ぎってこともあって結構どこも混んでる感じですね。アニメのイベントも一緒にやってるんで、ここも中学の時ね、あっちではおたげ売ってますね。餃子のイベントなんで、もうここら辺がもう美味しそうな餃子の匂いがすごくしますね。あそこになんか MC やってる侍のおじさんがなんかブルマ姿で踊ってます。ちょっと見に行きましょう。盛り上がってますね。僕にはね、このタンバリンしかないんでね、ノリノリと使えるかな。めっちゃおもろい。昨日までちょっとあの骨折してて、ここの近くの病院に入院してたんですね。5日間かなんかもう1週間ぐらい、あっという間でしたけど、ちょうど退院したばっかの時にこういうイベントやってて楽しいですね。まあ、餃子のイベントと大道芸が一緒に見れたりとか、まあ、みんなお酒飲んでません、日曜日なんで、まあ、整体してもらったりできる場所もあって、僕も腕骨折してギブスつけてるんで右手あんままだ使えないんで、本当マッサージしてもらうだけでだいぶ血流良くなってむくみとかが取れたりするんで、写真の撮影をやってますね。めちゃめちゃええ感じです。いますね、このアーニャホージャーいますよ。変わった格好したおじさんいますね。頭になんか鳥の羽みたいないっぱいつけてるおじさんですね。濃いですね。大道具さんですか。大道具さんかなと思ったら、なんかピストルみたいな箱入ってますね、入れ物に。これは何なんですかね、オタクって感じじゃないっすね。なんかまあ陽キャというか、だからこう餃子食べて、でイベント楽しんだりかき氷食べたり、まあ、台風が来てますけどあんまそんなこと気にせず日曜日をめちゃくちゃ楽しんでる人が多いです。こっちで、まあ、京マフっていうアニメのイベントやってるんで、なんかコスプレしてみんなでダンスするイベントやってましたね。だから多分あそこ東方リベンジャーズのキャラに扮した人たちが出番待ってみたいな感じですね。割と若い人だけじゃなくて結構年齢いってる人とかもコスプレしてますね。昨日はなんか白人の人たちがコスプレしたりとかしてました。はい、OK。多分まあこういうイベントが成立するのは、まあ京都は大学がたくさんあるんで学生が多くて若い子が多いから、まあちょっとこうイベントしてもこう人が集まったりとか、なんか活気がありますね。学生みたいなのが多いから、なんかバックにショベルカーみたいなのあって、ちょっと不良の格好がいい感じなんじゃないですか。見せていただいて、ツイートしていただくと来年以降の再生につながるかな、つながらないかなという感じなので、ぜひ皆さんの温かいご感想をお聞かせください。その際に一点だけお願いがございまして、ロールドのステージの生配信、コスプレしてる人は子供にいじられたりしてるのとかみんなおもろいですね。なんか前見えてんのがみたいな、もうちょっとあれですね。暑いから多分しんどいんかもしれないですね。全然リアクションしないですね。
ビール飲んでるんか、なんかあれはなんかパフォーマンスなんですね。ビール飲めるわけないですもんね。置物かなと思っちゃうんですけど、置物かな、あれ誰かが作った置物か、なんか、あーなんか自分はコスプレシーンと、あの造形で作ったものをまあ見せたりもする、ちょっと面白い人らもいるってことですね。いや本当人がトルーパーがサボってるみたいにはね、関係ない話かもしれないですけど、昨日来た時もなんかもうトンボがいっぱい飛んでるんですよね。アピールお夏終わって、よろしくお願いいたします。秋が近づいてるっていうのがね、ちょっと季節感感じますよ。でもまあなんか雰囲気というか、もう台風で熱気がちょっと夏みたいになってきてるんで、ビールと餃子多分めちゃくちゃうまいんじゃないですかね。もうかき氷もうまそうですね。でなんかやっぱおたげうって言ったら一番ね、なんかその見栄えがええというか、多分だいぶ高学歴の大学生とかがまあ楽しんでるような感じだと思いますよ。プリキュア流れ出しましたね。なんかプリキュアめちゃめちゃガンダムみたいなやつ、昨日もいましたね。だいたいイルメンズ多分昨日来てたのもあんま変わってなさそうですね。若い子、ガチオタみたいな。このシリーズは何のやつなんでしょうね。
ツでついていたから、なんかあれですね、ちゃんと踊れるかなって心配しましたけど、よかったですね。頑張って最後まで踊ってましたね。